キャノン EF キャノン EF は1973年にキャノンから発売されたマニュアルフォーカス一眼レフカメラである。当時コニシロクが一眼レフカメラの AE 化においてリードしており、機械式シャッターのままシャッター速度優先 AE としたコニカオートレックスを発売していた。さらに極光学からも世界初の電子シャッターによる絞り優先 AE1、眼レフ、アサヒペンタックス ES が 登場、翌1972年には、日本工学工業からも絞り優先 AE が可能な、ニコマート L が登場していた。キャノンでは後に、キャノン AE-1 となる、電子シャッターを用いた、シャッター速度優先 AE 一眼レフを開発していたが、ワインダーや、ズームレンズ、マイクロコンピュータといった、先進装備を多数盛り込む予定であったため、開発に時間がかかっていた。 そこで開発期間が短縮できるユニットシャッターに注目、コパルが開発したコパルスクエア S を使ったシャッター速度優先 AE カメラを開発することになった。コパルスクエア S は機械式シャッターだったが低速シャッターを充実させるため低速制御用機械ガバナーを電子制御に改造し30秒までのシャッター速度を シャッター速度優先 AE で使用できるようにしてこのモデルに採用した。コパルのユニットシャッターが使われたマニュアルフォーカス一眼レフはキャノンでは、このキャノン EF だけだが、ずっと後の EOS シリーズでは、コパル製のシャッターユニットが積極的に使われることになる。シャッター速度ダイヤル、レリーズボタンから巻き上げレバーがいずれも同軸になるように設計されており、 そのためカメラのホールド性向上を狙い、ファインダーがやや左手寄りに設置されている。キャノンス -1 の弟分として期待された機種であったが、後に世界的ヒットとなるキャノン AE-1 が1976年に発売されたため、生産台数はさほど多くない。発売当時はコンビネーションシャッターと称していた。ありがとうございます。